どうも、じゃあ、K です。今日、サブ一発目のテーマは、来季アニメ気になるのありますかあー、えっ、ー、とね、僕もね、全部のその来季アニメを知ってるわけじゃないんだけど、えっ、ー、と、フリーレンでしょフリーレン、もうやったのかな ?9 月の後半になんか2時間スペシャルみたいにやったよね。フリーレンと、スパイファミリーの2期、 えーと、引用紙、ネットフリックスだよね。薬屋の一人ごとあの、まおまおだけなんだっけあの、あれねあれね僕あれ、あの、漫画かなんかでチラッと見てて、そう、結構好きな感じだったので、アニメちょっと気になるし、あとなんかあったかな進撃の巨人の完結編後編とかあと、七つの大罪とか、まあ、この辺どう、どうなんだろうフリーレン、引用紙、薬屋の一人ごとは楽しみだし、 ま、進撃の巨人。まあ、進撃の巨人でもな今更見るかなうん、まあうん、まあ最後の、あの、終わり方ね。あの、完結編をアニメがどう描くのかなみたいなのちょっと気になるのと。まあ七つの大罪はアニメ結構好き。アニメとか僕漫画で結構読んでたんですけど、まあ結構好きなので、まあとか。まあこの辺この辺かなうん、っていうところです。まあ引用し薬屋の一人ごと。うん、はちょっと気になるかな。次、服を買うの少し控えて将来いい仕事につけるように自己投資すべきか。大学生。 うーん。まあ、そう。だね。まあ、その自己投資っていうのが、うん、何なのかとかっていうのにもちょっと寄ってくるんだけど、まあ、でも、あの、例えば語学を学びに留学行きたいとか、まあ、思い切った行動とかね、そういうのをしたい場合は、僕はそれは優先するべきというか、した方がいいんじゃないかな、みたいなのは思ってる。まあ、なぜなら僕がそれができなかったので、そうなので、留学とかっていうのは、 まあ学生時代にいくらでも時間があるうちとかに、あの学生でサポートが受けれたりとか、ちょっとね、あの、留学費が安く済んだりとかさ、そういうのに対象なうちに行っちゃった方がいいと思うし、で、まあ服は別に極端になしにするんじゃなくて、まあその空いた時間でバイトをしたりとか、 あの、そういうので、まあ、残ったお金を服買ったりとか、まあ、そういうのは全然いいと思うんだけど、まあ、でもその、自分のね、時間という、まあ、学生はやっぱ何が特徴かっていうと、まあ、なんだろうな、すごく自由なところはあると思うから、そういうのを使って勉強するなり、まあ、そういう、あの、留学に行って思い切って行動してみたりとか、そういうのは、 まあ、やるのがいいんじゃないかなっていうのは思います。まあ、大学も4年間あるから、例えば1年間、半年留学行ったとしても残りの1年間、2年間でそれをまた服に使ったりすることを別にできなくはないじゃないですか。4年間ずっとどこかにいるってことは、まあ、基本的にはまあ、すごい優秀な人とかは、そのまま海外の大学に入ってみたいなとかあるかもしれないけど、まあ、基本的には、 ね、留学ってある程度行ったら帰ってきて、またね、あの、スクールライフを送ってみたいな、そんな感じになるでしょだからまた、大学4年生とか、ある程度落ち着いた時期に服買い出したりとか、そういうのでも全然いいと思うから、まあ、タイミングを見て、今自分がこのね、何年生なのか、何回生なのかっていうのは分からないけど、まあ、あの、行けるタイミングだったりとか、そういう機会があるんだったら、そういうのは、やった方がいいんじゃないかなというのは僕は、思う。うん。あの、学生という特権を使ってやれることは何でもやっといた方がいいんじゃないかなっていうのは僕は思いますね。はい。 次。えー、次が、裾引きずってるパンツ、家に帰った時どうしますかまた出先のトイレなど、僕、自分は裾を毎回折ってます。あ僕の裾を引きずるスラックス、もも,もはや裾ボロボロになってるやつ方ってあるんですけど、は、家に帰る。帰るときは別に、そんなに家に帰ってくるときは気にしないけど、まあ、 トイレは、やっぱちょっと裾上げるよね、キュッて。こう、裾がこうする。キュッてこう上げて、トイレ入ったりとかっていうのは、それはまあ、する、よね。まあ、それはね、トイレにするっていうのはちょっとあれだから、家に帰った時は、 もうあんまり気にしないの普通に靴脱いでそのまま玄関でとかっていう感じだから意外と気にしないけどまあもちろんね外が汚れたりしたら払ったりとかさそれはあるけど、まあ、シンプルに腫れてて普通にコンクリートの上歩いてきたみたいなぐらいだったらそんなには気にしないけどまあトイレは一応キュッと上げて僕はうんしてるかなまあそれみんなまあおるのもねもちろんそれはすごくいいと思うけどまあ大体まあそういうことだよねトイレは少しみたいな のはやるね。はい。ただ僕はでもそんなに、あの、家の中で、に持ち込むことに対してはそんなに意外と気にしてないところはあるかも。はい。次が、これまでの人生で一番凹んだことは何ですかへこ凹んだこと。まあ、タイミングとしては2回あって、まあ、へこ凹んだっていうのかな1回目は、まぁ、あ、17、18の高校3年生の時に、サッカーやめた時。まあ、これは前もサブで話したけど、 まあ僕、それまでもう人生イコールサッカーだった。で、将来も、まあそういうね、大学から誘いもあったりとか、まあ、まあプロも狙えるんじゃないかな、みたいなところだったから、本気でプロになろうと思ってたし、まあそういうので大学で、まあ、なんていうのかな、もう特待生みたいな大学に行って、大学で活躍してサッカーで、まあ海外でやりてえな、とかそういうのばっか考えてたから、それが全部、まあ自分の決断でダメになったんだけど、やめた時は、もう、 覚えてるね未だにクローゼットに入ってたサッカーの用具えー、クローゼットのやつ、なんかエナメルのバッグとか、サッカーのジャージ、スパイクとか、全部ゴミ捨て場に捨てて、もう自暴自棄みたいになっちゃって、もうその、家族とコミュニケーション取るのも嫌だし、学校も行かないし、その友達とかと連絡したりとか、チームメイトがなんか家に来たりとか、そういうのももう別に、あの、1ミリもなんかもう対応しないみたいな、そんなクズ人間みたいに、 あ一ヶ月ぐらいだったかなもう本当に引きこもりじゃないけど。で、ちょうどもちろんね、あの、ユースで3年間やってた時だったから、ちゃんと高校も進路の時期とかで、進路相談とかも行かない、みたいな。もう、あの、進路提出しろよ、みたいな。その、その授業にすら出ない。学校にすら行かない、みたいな。そう、そんな感じだったから。あれはもう挫折も凹んだというか、自暴時期。もう自分の人生は終わったって思ってた大きな挫折がそれが、1回目。18?17? で、 もう一つは、まあちょっとこれタイミング的には、その後大学卒業して社会人になってみたいなところなんだけど、まあね、今は別になんともないんだけど、まあね、意味わかんない病気になったんですよ、僕一回。で、えっ、ー、と、一ヶ月ちょっとぐらい、ずっと入院してて、まあ一ヶ月ちょっとってね、あの、まあも,もっとね、大変な病気をされてる方からしたら全然かもしれないけど、まあ、それまで何もしたことがな、ね、い。まあ、骨折で入院したことあるかなぐらいの僕にとっては、 40何日入院したのかな、結局。っていうのは、もうめちゃくちゃにハードで。で、まあ、病気もちょっとレアで、結構手術もしっかりやってみたいな。まあ、その死ぬとかの病気じゃないんだけど、その珍しい病気になって、それを取り除いたりとか、チェックしたりするのに、もう週に1回手術みたいな。で、飯も食わない。もう点滴で栄養を取って、もうまた手術近くなって飯食えなくて、みたいな。そんなずっとタイミングだった。まあ、コロナもちろん前だから、面会とかはできたし、それが救いではあったんだけど、 あれはしんどかったね。うん。まあ、死ぬかもとかっていうあれではないけど、なんか、うんその自分の、なんだろうな、その体に対するストレスというか、うんなんで俺だけこうなんだろうみたいなのは、その当時ね、すげえ思っちゃって、っていうのは、あと、凹んだとはちょっと違うけどね。なんでこの、世の中にいる人たちはこうならなくて、俺だけこんな若さで、 こんなわけわかんない病気になって、こんな週一とかで手術しなきゃいけないのみたいな。一定し、意味わかんねえし、みたいな。何なんだよみたいなのは、すごい思ってたね、うん。で、その時になんかその優しくサポートしてくれる、えっ、ー、と、看護師さんがすげえなっていうことにその時気づいたっていう新しい発見もあったんだけど、そういや、こんな人たちってほんとすげえなとか思ったけど、まあそのタイミングは僕の中でもへこんだとか、うん、それに近いのかな、うん、っていう感じかな。はい。 40代のファッションについて、冴えない40代にならない方法を知りたいです。これはね、あの、シンプルに言いますよ。はい。シンプルに言うと、ファッションではないんですよ。これは、あの、体を作ったりとか、そういったところ、もうそのベースの人間という部分を、ある程度運動したりとか、まあ、例えば、まあ、髪型とかもそんなになんか、 ねえ、すげえ、異様にこだわってるかっていうのやることないかもしれないけど、ある程度定期的にメンテナンスしたりとか、まあ、40代ってなってくる多分、少しそういうところが、まあ、一般の人たちは多分ラフになってくると思うね。お腹出ててもいいや、服装も別に何でもいいやとか、なってくると思うんだけど、まあ、それをちょっとだけ、あの、アップデートするっていう、まあ、別に無理に鍛える必要はないしなんだけど、適度に運動したりとか、まあ、そういう、まあ、食生活もちょっと気を使ってみたりとか、そういうところで多分、 ベースが変わってくるかで、そういう人が着てる服って、かっこよく見えるんですよ。もうそこは。うん。絶対そうだと思うので、まずはその体的なベースというところを、まあ作るっていうのは、まあ僕はまずここが重要かなっていうのは思います。まあ僕のね、視聴者スタイリング紹介とか見てても、まあ本当に40代で、めちゃくちゃかっこいい人たちがよく出てたりしますけど、大人の方たちがね。そうだから、ああいうの見ても、やっぱりその、なんていうの、ベースがやっぱりすごくしっかりしてる方が多いので、まあそこはやっぱ基準になってくるのかなっていうのは、 もう。別にムキムキである必要とか、そんな細くてシャープでいる必要っていうのはないかもしれないけど、ある程度っていうのは、まあ僕は思いますね。うん、そんなとこかな。はい。次。えー、次が自分が女性だったら着てみたかったブランドやアイテムありますか身体的なポテンシャルはケイさんに決めてもらって構いません。あー、そうだね。まあ、まず一個は、やっぱ、美しいドレス。 ディオールとか、まあ、バレンティーノとか、こう、刺繍で、すごく美しいドレスみたいなのを、こうなんか、美しい肌の露出の仕方をしていきたりよね。ちょっとこうセクシーにレースの、花柄のレースのところから肌見えててみたいなのは、 いや、素敵だなって思うし。まあ、もしくはサンローランとかみたいな、こう、スモーキングだね。ちょっとヘルシーな感じで、もう、あの、なんていうの、インナーとかもちょっと、ま、シンプルなの、さらっと。で、まあ、肌もちょっと見せつつ、でも黒のスモーキングに黒のスーツ、黒のヒール、バチッと、みたいな。とかは、超かっけえなーって思う。まあ、ネクタイしてもいいしね。うん、それとか超かっこいいなって思う。まあ、そのどっちかがな。 ディオールとか、まあ、バレンティーノとか、やっぱそういうトップのラグジュアリーのウィメンズのコレクションを見てると、やっぱ刺繍のね、あの、とてつもない美しいドレスとかっていうのは、まあやっぱ、ドレスってやっぱさ、別にメンズウィメンズない世界ですけど、ファッションっていうのは。まあ言ってもやっぱメンズでドレスをっていうのは、 かなり難しいじゃないですか。やっぱりね。で、まぁ、あ、シェイプももう、ウィメンズの体のその構造というか、美しく見えるようになってたりするし。そう、だからやっぱりあれを見ると、なんかこう、やっぱファッションって、女性のためにというか、ウィメンズがやっぱ中心だなってのは思うから、まぁ、あ、もし自分がそうだったら、着てみたい欲はあるだろうなっていうのは、思いますね。はい。ぜえー、次は、ブルゾン着るときインナー着てますか何を使ってますかおー、まぁ、あ、普通に T シャツなことが多い。 かなまあ、あの僕、ブルゾンを、そうだなまあ、閉める時もあれば、まあ、普通に開けてる時も結構あるので、そうなるとやっぱ中見えるから、あのそのブルゾンの丈に合わせた T シャツっていうのを、 ま、それぞれちょこちょこ持ってる。ちょっと短い丈腰上ぐらいで終わる T シャツとか、着丈の長いあのブルゾンに対してだったらちょっと長めの T シャツでもいいなってちょっと長めだったりとか、そのバランスに合わせて T シャツいくつかあるので、ま、そういうのにしてるかな。急になんかそこにね、あのすごいインナーっぽいの入れたりとかっていうのはあんまりやらないから、ま、大体 T シャツを着てることが多いかなーっていうところ。ま、コートまで着るってなるとね、さらにその上にコートとか着るんだったら、 もうブルゾンのインナーは別にヒートテックとかでもいいけど、まあ今ぐらい、まあもうちょっとね、涼しくなると、まあメインアウターがブルゾンになるでしょだからそうなると、やっぱ中の T シャツは重要なので、普通に T シャツかな。うん。まあ、もちろんね、タートルネック着たりとか、まあニット入れたりみたいなこともあるけど、まあ、カジュアルにそのさらっと着る時とかは T シャツが多いかな。はい。で、次が、試着室からこんにちはとかいうハッシュタグについて。あ？<laughs> ちょっと待って。なになに 試着室から試着室からこんにちはって今 Google に入れたら試着室からこんにちは迷惑って書いてあるよ <laughs>。誰かが検索してるんだ。試着室からこれ何これちょっと待ってちょっと見ていい試着室からこんにちは Instagram。はい。ちょっと今僕今 Google で検索してます。ああ試着室からこんにちはっていうか試着室で撮ってるんだ。はー。 いいんじゃないまあ別にいいんじゃないもうこの界隈の人たちはもうこの界隈でしょうん、まああのうん、まあ早く着替えて出ろよっては思うよ。うん、早く着替えて、まあもちろん自分の思い出というか、後々家に帰って参考にしたい時用に写真撮ったりする人っていうのはそれはわかる。うん、それはわかるけど、それを SNS 用のコンテンツにするなよっていうのはちょっと思っちゃうよね。 正直。その自分が見るようだったらいいけど、それをなんか SNS の投稿用になんか使ってるっていうのは、なんだそれっていうのはまあ思うけど、まあ別にいいんじゃないもう、もう、もういいでしょ、こういうのは。はい、はい。そういう人たちです。はい。次が東京に出てきて良かったこと。あー、まあ僕の場合は仕事とともにで上京したから、仕事をして良かったこととなんかイコールになっちゃうところはあるんだけど、まあやっぱりアグジュアリーの販売員っていうのをやって、 まあ本当にね、普段関われないような、まあ東京の、本当に東京で成功してる、まあ例えばね、テレビに出てたりとか、世の中でみんなが知ってるような会社の経営者とかさ、そういう人たちと、まあね、仕事上だけど話をしたりとか、コミュニケーションをこう取れるみたいなのは、それはやっぱまあラグジュアリーな販売をやってよかったことだし、まあそれを東京という舞台でやってよかったなっていうのは思うところはあるし、まああとは、 まあ、よほつながりっていうのかな。まあ、もともとその、スタイリストのアシスタントやってたりとか、まあ、そういう、まあ、メディアの人たちと一緒に学生時代から、 あの、コミュニケーションを取ってたから、まあ、そういう人たちと繋がって、さらにその別な人たちと、こう、パイプで繋がっていくみたいな。だから、スタイリストとの人と繋がったら、今度カメラマンと繋がって、カメラマンと繋がったら、ちょっとモデルの人と繋がって、みたいな。なんかそういうので、あの、ファッション系のなんかこう、コミュニティが、あの、形成できたりとか、で、その経由で今度また別な業界の人がいたりとかっていう、そのやっぱ繋がりが強い。まあ、そういう人たちでやっぱ東京に集まるから、まあ、そこは東京の、 良さじゃないか。多分僕は地方で、まあもともとラグジュアリーの販売やって、YouTube 例えばやってとかだったら、多分そこまでではないと。まあ地方は特有のまたコミュニティがありますけれど、そこまでのつながりではなかったと思うので、まあ、やっぱその東京のそこの人のパイプっていうのは、そこは強いなっていうのは、まあ面白い人と出会えるっていう、まあ本当に、 あのー、見たこともないような大天才みたいな人がいたりとか、本当にアーティスティックな方がいたり、まあいろいろ面白い方がやっぱりね、都会は集まる傾向にあるので、まあそこはやっぱ面白さかなっていうのは、思いますね。うん。うん、っていうのは、思う。はい。そんなとこかなじゃあ今日は、はい。まあなんかあの、ちょっと、凹んだこととかちょっと自分語りが多かったかもしれませんが、まあそんなところで以上にします。皆さん、えー、ありがとうございました。バイバイ。